15日午後2時29分、韓国浦高市北区北に9キロの地域でマグニチュード5.4の強い地震が発生し、被害が心配されている。地震発生から約5分後の2時34分頃には江原地域のマンションや学校の教室、観光庁などで建物が揺れ、体に感じるほどの余震が数秒間続いた。 韓国気象庁は江原地域の最大震度を4と見ている。また、今回の地震はソウル都心でも揺れを感じた。